こんにちは、ゆるせみです。今回の動画は、まあ、スライドというか、ラジオみたいな感じでやっていきたいと思います。今回やりたいのは、僕が仕事を辞めたい理由ということで、まあ、セミリタイヤを目指しているということでずっと話してきたんですけども、じゃあなぜセミリタイヤを目指しているのか、今の仕事を辞めたいのかっていうことを話していきたいと思ってます。 まず仕事の辞めたい理由っていうのが仕事が楽しくないということですね仕事でねまあ就職されてる方はかると思うんですけどたまに楽しいっていうような瞬間がある場合もあるっていうふうに聞くんですけど例えば僕は営業なんで営業で苦労して、えー 商品を提案してそれれが売れたとかそういうのがその瞬間が嬉しいとかそういうのがやりがいとかいうふうに思う人たちもいるんですけど僕は別にそうじゃなくて頑張って提案して売れたところであんまり楽しくもないかなってそしてまあ嬉しくもなくてどちらかというと 開放感の方が大きくて例えばその説明して頑張って売った商品っていうのも僕が売りたいというよりかは会社から売れと言われて売ってる商品なわけででノルマっていうのがもちろんあってそのノルマとかそういったものにプレッシャーを感じて、うん、ずっとどうしようかなとか頑張って売らないといけないなっていうふうな形でプレッシャーずっと受けてでそれ,がそれをまあ売らないといけないから提案して売って。 で売れた瞬間はやっとそのプレッシャーから解放されるそういった感じのことを毎回毎回思うわけなんですよそのプレッシャーから解放されるって思ってなんかちょっとそういう、まあ、そういったところをですね楽しいと思える人はいいと思うんですけど僕の場合楽しいとあんま思わなくてですねだから仕事やってて仕事関係で楽しいっていう瞬間が ないなっていうのは感じててまあその部分が仕事辞めたいなっていう部分のまずは一つ目ですねもちろん職場環境が悪いとかそういったことはないんですけどうんまあ仕事職場での人間関係とかそういうのは特に悪くもないですしまあどちらかと言えばいい方だと思うんですけどもちろんそういう職場の中でのですね人 他の同僚の人たちと喋ったりとかそういうのは楽しくないわけじゃなくてまあ楽しい時もあるんですけどでも仕事自体に関して言えば楽しくないかなとそういったところですね次2番目がですね嫌いな人々と付き合うのが嫌だなっていう部分ですね嫌いな人々っていうのがまあちょっとクライアントさんでいらっしゃってそういった人たちとまあ 営業でずっとお客さんが固定で、まあ、ルート営業なんですけどルート営業っていうのはこう同じお客さんとずっと付き合っていくそういった形の営業なんですけどまあ転勤ももちろんあるんでですねまあ3年とかそういうので転勤するんでそういった時があればそういった人たちと別れることができるんでしょうけどそれでも何年もそういったちょっと自分の苦手とする人,と人たちと付き合うっていうのは 個人的にあんまり好きじゃなくてもちろん最初が嫌いだからといってですねその後ずっと嫌いなままその人間関係が終わるわけじゃないとは思ってますそういうのがですね改善していってまあお互いに信頼し合えるようないい人間関係を築くこともできるまあそういったこともできる可能性はあるとは思ってるんですけどやっぱり 仕事をしていく中でそのお客クライアントさんとの人間関係っていうのはちょっと悩むところがあってでそういう悩みっていうのはやっぱなかなか尽きるところじゃなくてですねまあもちろん営業なんで人間関係がメインとなるような仕事なんでそこはやっぱりそういう問題っていうのは付きまとうんですけどまあ僕どちらかというとマイペースでそういった嫌いな人々はどっ 僕の中ではこう僕のペースを乱してくるような感じの、まあ、そういう人たちなんですけどそういう人たちと仕事をやっていくっていうのがあんまり得意じゃなくてどちらかといえば僕はずっと我慢している感じになっててだからまあ仕事をしている時の僕っていうのはまあちょっとうつうつとしている部分があるのかなと思ってうんだから 自分の意見が言えない僕もいけないんでしょうけどやっぱお客さんだからあまり自分の意見言いたいことも言えないっていう部分もあり、まあ、そこはもちろん僕は改善する部分でもあると思うんですけどまあねえわざわざ僕が自分の意見を言ってまでその嫌いな人々との人間関係をどうにかしたいとかそういったことも思えないので仕事を辞めたいなっていうふうに思っています、まあ、これが2個目ですね人間 まあ、クライアントさんとの人間関係っていうのと、あと3番目がですね、まあ、プライベートまでですね、仕事でちょっと犠牲にしたくないなっていうのがあって、先ほどから話してますとおり、僕自身営業という仕事をやっていて、休みの時とか、そういった時でも電話かかってくるんですね。で、休みの時にね、お客さんの、 声で聞いたりとか電話を受けたりしたら一気に仕事モードになるわけでそれまでずっと休みだったんですけどまあ例えばですね一日休みで夕方駅前なんかクレームの電話かなんか来たらもうその一日が台無しになったら台無しになってしまうんですよねもちろんねプライベートとその仕事っていうのを完璧に分けることはできないと思ってますけど せめて休みの日はちょっと自由にさせてくれないかなっていう部分もあって、セミリタイアやりたいなと思ってる部分もあります。まあこれが3番目でした。次4番目がですね、飲み会が嫌なんですよね。皆さんどうですかね仕事で飲み会とか行って、飲み会好きっていう人を なんか今の世の中あんまり多くないのかなとは思うんですけどまあ僕営業やっていく中で結構飲み会が多くてですねもちろんお客さんとも接待もありますしまあ中には接待されることもあるんですけどそれでもその飲み会とかってまあ普段から付き合っている人たちとの飲み会もあれば不特定多数の人のとの飲み会もあって。 でその中で、こう、やっぱり場を盛り上げるというか、そういったこともやんなくちゃいけなくて、まあ、ひどい時は、まあ、ちょっと、一発芸やらされたりとか、そういったことをやって、まあ、そういうのってあんまり得意じゃなくてですね、どちらかというと僕は、まあ、本を読んでるのが好きというか、そういったちょっと、まあ、 まあ、小さい頃小学,小学校とかそういった小さい時も教室の隅っこで本を読んでるような子供だったんですけど、まあ、それがそのまま大人になっ,てもら大人になったっていうふうに思ってもらえばいいんですけどちょっとワイワイガヤガヤするのっていうのがなかなか得意じゃなくてだからそういった飲み会不特定多数の人たちが集まって大勢での飲み会っていうのがあんまり得意じゃないんですよねなんで うん、そういう飲み会が多いっていうのも嫌なんですよね。そして飲み会っていえばやっぱお金もなくなるし、そしてその、ね、飲み会っていうのはやっぱり普段の仕事が終わった後飲みに行くっていう場合もあるし、もしくはなんかわざわざ土曜日に集まって飲み会に行くっていうのもあるし、ね休みね、土曜日休みなのに夜その飲み会があるから、やっぱ一日なんかちょっとうつうつとした気持ちで一日過ごすとかですね、そういうのもあるし。 うんそういうとこ考えてると飲み会があるっていうのはやっぱ嫌だなっていうふうに感じてますね。まあこれでも社会人6年やってきて結構慣れた部分ではあると思うんですけどそれでもやっぱり苦手だなとは感じてます。これが4番目ですね。で次ね5番目。まあこれで最後なんですけど仕事を辞めたい理由。 まあ僕自身こう僕の人生これでいいのかなっていうのを考えたりっていうのはよくあってまあ僕の人生ねこれ就職して今まあ月曜日から金曜日まで働いて土日が休みとそれの繰り返しじゃないですかそれで平日は朝のまあ7時半とかそんぐらいから夜の8時とかそんぐらいまで働いて帰ってきて まあ今はこうやってね YouTube とかに動画投稿とか、まあ、ちょっとまあちょっとした趣味かなっていうふうに言えるようになりましたけどうんでもうん趣味があってもやっぱり自分の人生の大半を捧げるのって仕事じゃないですか。 その仕事を大半自分の人生の大半を捧げる仕事がこれでいいのかなっていうふうな感じてますね。僕自身こう就職活動でですね自己分析とかあんまりやってなかったんでまあ要するに適当に何社か受けて受かったところ内定をもらったところに決めましたと。そしてまあ就活 就活してきた方なら分かると思うんですけど一社から内定もらったりするとちょっとやる気がなくなってもう他の会社の面接とか受けなくていいかなって思っちゃうんですよね。就活って結構面倒くさいところがあってで面接っていうとまあやっぱ毎回毎回緊張する部分があってそういうのってこう自分の何ですかね得意な人ならいいですけどあんまりそういうの得意っていう人はいないんじゃないかなと思ってて。 そういった得意じゃないことに挑戦するのってなんか結構勇気というか精神的にちょっと疲れる部分はあると思うのでそういったところであんまりもう疲れるの嫌だなと感じてもう泣いてもらったところに就職決めてでそのまま働いてまあそれがちょっと営業っていう仕事だったと最初は営業っていう仕事も頑張ろうかなと思ったんですよねまあ僕自身ちょっと、 先ほどもちょっと話しましたけど教室の隅っこで本読んでるような男の子でそういった男の子だったんですけどやっぱりそういう営業とかなんか相手と交渉してなんか商品を売るとかそういったことってなんかちょっと憧れみたいなところもあってそういった営業っていうのを職業につけてちょっとやったなっていう部分もあって <laughs> 頑張っていこうかなっていうふうにまあ当初は思ってたんですけどその。 一番最初の理由で言ったとおりやっぱ楽しくなくてでこの楽しくない仕事の時間これが大半を僕の人生の中で今後締めていくのかとクビにならなければの話なんですけどまあそれで僕の人生いいのかなっていうふうにちょっと最近ですねまあ30を前にして考えるようになりました実際にこう 30超えると転職とかも難しいと思いますし、まあ、何かに挑戦するなら20代でいられる今今僕28なんですけど2829このぐらいが最後のチャンスなのかなっていう部分もあってこれでいいのかなっていうふうなことを思っています、まあ、そういったところで何か買いたいなっていう部分もあってこの YouTube 始めたっていうのもありますね、はい 実際この YouTube で何か変わるのか、正直わからない部分ありますけど、でも、今はセミリタイや、頑張ってやりたいというところを、とりあえず目指してみようかなと。一回こう、まあ一年間やってみて、頑張れそうだったら、一旦仕事を辞めるのもありかなと。そしてその、 ある程度お金を貯めて仕事を辞めてそしてその貯金を取り崩しながら生活していく中で僕が自分で実際にやりたいこととかをちょっと見つけられたらなと思ってますけどねまあゆとり世代なんでですね、まあ、ゆとりっぽい考え方って言われたらそれまでなんですけどでもまあそういうことができるのもまあ独身で結婚してない今の時期だから できることななのかっって思って思ますよね結婚して子供がいてってなるとやっぱそういうこともできなくなるでしょうからやっぱねそういったところで最後のチャンス、まあ、最後かどうか分かんないですけどまあ20代最後のチャンスかなっていうふうには考えてます。ということでまあこれが5つ全部言いましたけど1個目仕事が楽しくない。 2個目、嫌いな人を付き合うのが嫌。3個目、プライベートまで犠牲にしたくないと。4個目、飲み会が嫌だと。5個目、まあ、僕の,一度,の一度きりの人生これでいいのかっていうところで、まあ、こういう5つの理由が僕が仕事を辞めたい理由になりますね。うん、まあ今、新年の始まって、まあ、新、ね、言語が令和っていうことで、 なって結構もう今から新しいことが始まるような空気感漂ってるじゃないですかそういった中で僕も YouTube こう今まで今までというかまあ1か月2か月ぐらいかやってきて何か新しくこれからねやっていければいいなと思ってますはいまあ4月から入社されてですねまあ環境も変わって 新入社員として頑張ってる方がもしこの動画を見て見てというか聞いてくれてる方いらっしゃればですねまあ今の仕事ねそのせっかく入社したんですから今の仕事やってみてそこから考えてもらえたらと思ってますねやっぱ仕事をやってみてこう研修の時とかに辞める人とかいたんですけど やっぱそれだけ研修とかでやめちゃったらその仕事の本質というか仕事の全体像とかそういうのもあんまり見えてこないような状況でやめちゃうんで、ま、仕事の全体像とか分かるようになってからやめた方がいいんじゃないかなとは思い,も思いますね。 まあそうすると仕事の全体像とか分かってくるとちょっと社会的なこと社会の動きとかそういったこともちょっと分かるような感じになりますんでまあそれからでも遅くなかったりするのかなと思いますまあねもちろんその会社が嫌で嫌で仕方ないとかなら早めに辞めてもいいかもしれないですけどとりあえず今入社された方とかは頑張って とりあえずね、とりあえず頑張ってみるのがいいんじゃないかなと思います。で、疲れたならまあね、仕事を辞めたいということで、辞めておい、辞めればいいんじゃないかなと思います。ただ、ただ、ただ一つだけ、まあ先輩からじゃないですけど、貯金だけはしておいた方がいいかなと思います。貯金がないと、すぐに仕事も辞めれないんで、貯金だけはしておく方がいいかなと思います。無理のない範囲でですね、少しずつ、 貯金をしていく方が、まあ、今後の人生考えればいいんじゃないかと思います。はい。ということで今回は、まあ、ラジオっぽい、ラジオっぽいというかラジオですけど、仕事を辞めたい理由っていうことを、まあ、それぞれと語ってみました。まあ、ちょっと今回の動画は、うん、まあ、自分のこう思いというかそういうのも セキュラ乱にかかっ語ったような動画なんでちょっと恥ずかしい部分はありますけどまあこうやってこういう理由で仕事を辞めた人もいるんだなというふうに思ってもらえれば幸いですじゃあ、えー、今回は長々と聞いていただきありがとうございました